父親はろくに働かずにプラモデルを磨いてた。父ちゃんいつも家にいるねって最初は意味が分かんなかった。友達に言われた言葉の意味最初は全然分かんなかったけど、ああそういうことか。いろいろ悟った昭和の夏、ニッパー、エアブラシ、ゼロ戦、紙やすり、県営住宅の昼下がり、部屋中にあふれかえる父親のコレクション、プラモの次はカメラに没頭、ライカー、ラーキー、ボディフィルム、たまに行く深夜のアルバイト、黒猫ヤマトの仕分け倉庫。それから少し時は流れて、三者面談で母親は上の子を大学に行かせるので、この子は私立は無理です、大学にも行かせられません、僕は私立は無理な子です、大学にも行けない子です。まあそうか、そりゃそうだ。いろいろ悟った中3の冬、ケンチャリ、パンチパーマ、エロ本、大切な授業、工業高校の引き下がり、居場所がなくって街で万引き、警備員から逃げる、どこまでも逃げる、逃げ帰った真っ昼間の県営住宅、父親と不倫相手もセックスの匂い、ニルバーナだけが拠り所だった高3の冬。母親、母子家庭、ちょっとだけカートっぽいかもとか言って、強がってやけくそで笑っていた。友達乗せて飲酒運転、パトカーから逃げる、どこまでも逃げる、神様どうか助けてください。21歳の誕生日の夜、逮捕、勾留、面会、弁護人、真っ昼間の実況見分、まま消えてなくなりたかった。ケツの穴まで調べられて雑居房、ヤクザのチンコの真珠、母から届いた手紙、どうしようもねえ、生まれ変わりてえけど、そんなに甘くはなかった。地球の高い入力業務、蓋を開けたら出会い系の桜、携帯サイトの美味しい話はネズミ効果、詐欺の片棒、変わりたい、変われない、焦るほどどんどん落ちる、障害者を騙して食う飯はまずい、拘置所で食ったあの飯よりもまずい、だから本当に変わらないと。就職ベンチャー企業、アジェンダ、シナジー、タスク、リスケ、アサイン、フィックス、ストックオプション、アグリ、アライアンス、レベニューシェア、正直わけわかんねえけど、それでも食らいついていく、僕は生まれ変わるんだ、父親みたいにならないように、うつ病、ピアトワイ、結婚、たまにバンド、衛生的な卵焼き、心療内科の BGM、 今まで本当にごめんなさい、誰かの役に立ちたい、夜中に泣きながらのデスクワーク、これがせめてもの罪滅ぼし、父親みたいにならないように、父親みたいにならないように。